皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、雲巨船かけてたりとか、やれてる方多いかなと思うんですけど、まあかけてない方だったりとか、ちょっとね、うねりが気になるっていう方ってね、だいたいこうストレートアイロンとか入れると思うんですけど、これってもう入れてもうちょっと湿気があったらもうすぐに髪の毛うねってきませんか？これの少しでも長持ちさせる方法について、紹介していきたいと思います。今日の使っていく道具はまずね、水スプレー、まあ、水スプレーもしくはなんかストレートミストみたいなのあるじゃないですか。スタイリング用のミスト、ああいったものでも全然問題ないので、まあ、持ってらっしゃる方はそういうミストを使っていただいて、ない方は普通の水スプレーで大丈夫です。で、その次にドライヤーと、あとはこのダッカール、これ、髪の毛の量が多い方は2本ぐらいあれば便利かなと思うので、まあ、2本ぐらい用意しておいていただいて、あとは櫛で、ストレートアイロン、これもお使いのもので全然大丈夫です。で、最後にハードスプレー、これもお使いのもので大丈夫です、大丈夫ですので、これを使ってやっていきたいと思います。はい、ということで、早速やっていきたいと思います。こうやってね、大体も朝起きた時だったりとかって結構ね、うねってらっしゃるかなと思うので、まあ、寝癖がついてたりとかね、これをまず、溶かしていきます。なるべくね、毛束を少しずつ取って、いきなりこう大雑把にやっちゃうと切れ毛の原因になるので注意してください。少しずつ取って、これこういうのがね結構大事になってくるので、丁寧に丁寧に髪の毛を扱うようにしてください。で、こういう風にして少し寝癖を整える、こんな感じで。で、その次に水スプレー、これを全体的につけていきます。できればまず表面つけて溶かして、表面だけだとね、中の部分まであんまり湿ってないので、ちょっとめくってつけていく。結構ね、ここ重要になってくるので少し面倒くさいんですけど、しっかりとね濡らすようにしてください。こうやってね、水スプレーで濡らすのが面倒くさいっていう方に関しては、朝ね頭を濡らしてあげてやっていくのも一つの手かなと思いますので、しっかりと濡らすようにしていただければ大丈夫かなと。で、これである程度全体的に湿りました。で、ここで、洗い流さないトリートメント、いつものように使っていただいても大丈夫ですので、で、つけたとして、じゃあドライヤーで乾かしていきます。で、乾かし終わったらもう一度全体で乾かして、で、次にアイロンを使っていきます。だいたいね、温度は120度ぐらい、あんまり高すぎてもあんまり意味がないかなと、ダメージの原因になってしまうので、まあ、120度、高くても140度でいいかなと思います。一気にね、こうやって取ってアイロンを入れるのではなくて、ここでね少しずつ取っていきます。ちょっとね、これも面倒くさいんですけど、少しずつ取り分けてやっていきます。で、なぜ取り分けるかっていうと、こう髪の毛の量のこの厚さが太いと、ね、ストレートアイロンのこの熱が全体的に髪全体的に浸透しないので、そうするとね、癖が伸びなかったりもするので、なるべくね細かめに取る、これが結構ポイントになってます。で、なるべく取って、で、上ちょっと止めてるのでちょっと素早くやった方がいいので、ちょっとささっとやっていきます。なんですけど、ささっとやっていくんですけど、このね、アイロン入れるスピードが速すぎたら癖がまた伸びなかったりもするので、ここはしっかりと時間をかけてアイロン入れていきます。で、ストレートに伸ばしました。で、この時になるべくなんですけど、ちょっと熱いんですけどね、こう櫛とかでこう溶かしながら、ここポイントなんですけど、ストレートの状態をキープします。
で、髪の毛自体の熱をね、逃していくというか、熱を冷ますような状態で、冷めてくるとしっかりとね、髪の毛で固まってきます。ストレートの状態でキープされるようになるので、この状態でね、すぐにアイロンをこう、アイロン入れた後すぐになんかこう 手節で溶かしたりとかして、ちょっとうねりが出てしまうと、あんまり綺麗なねストレートにならなかったりとか、ストレートが持続しにくくなるので、なるべくね冷ますようにちょっと時間を置きます。で、個人的にここからなんですけど、スプレーで表面と裏側をスプレーをつけて溶かす。こんな感じでやっていきます。ちょっとね工程が長いんですけど、でもね、実際やっぱここぐらいまでやらないと、このねうねりの時期、湿気の季節だったりとかに勝てないので、ちょっとめんどくさいんですけどね、そこまでやってあげると結構ね、長持ちするかなと思います。上の部分もやっていきますね。ゆっくりゆっくり入れます。個人的には1回こう串でもう1回通して2回ぐらい入れてあげるといいかなと思います。で、入れた後に若干こう伸ばしながらちょっと冷まします、ね、こういうのちょっと落ちちゃうんですけどね、ちょっとこの辺は愛嬌でお願いします。で、ある程度冷めてきたらスプレーです。表面と内側につけるのが結構ポイントなんで、で、やっていく、まあ、スプレーでちょっとねコーティングしていくみたいな感じなので、で、どん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 上がっていきます。サイロの部分とかに関してはね、だいたい4ブロックぐらいが一番ベストかなと。まあ、後ろもうちょっと長くなっちゃうんですけど、まあ、その辺はね、皆さんこう見えるとこだけでいいよっていう方は、まあ、そういう風にしていただいて、いや、しっかりとやりたいっていう方はね、めんどくさいんですけどね、しっかりと、分けてやってあげることがおすすめです。串でもいいんですけど、持てるんだったらこうやって持ちながら伸ばした方がいいです。この方がもよりピーッとなります。で、少し下げてきたらスプレーで、スプレーをこうなじませるように溶かしてあげる。最後ですね、このね、幅が大きかったらね、ちょっと分けながらやってもいいかなと思うので、ちょっとピッと通しておく。で、スプレーで、溶かして、ちょっとね、カメラからなんであれなんですけど、表面から見えてないですけどね、結構綺麗じゃないですか、これだけです。で、少しだけなんですけど、パリッとしてます。なんですけど、こう溶かしながらやってるので、なんか、スプレーをつけて、こう、変な動き方をするっていうよりは、ちゃんと髪の毛として、こう、さらっとでもないですけど、束になじながら結構キープできるかなと思うので、こうね、バリバリにつけちゃってると、このまま髪の毛が動くみたいな感じになるんですけど、このつけ方だったら結構自然に見えるかなと思いますので、これで、まあ最後にね、ちょっとスプレーが足りなかったりとか、パサつきだったりとか出たら、表面からシュシューと軽くつけて溶かしてあげる。こうするだけでも、本当にね、多少の湿気だったりとかには全然防げます。ただ、
汗とかかいたりとかしたらね、結構このキープが崩れてしまうんですけど、まあ普通に湿気で、あるぐらいの季節であれば、これで全然キープできるかなと思います。はい、ということで今日はね、ストレートアイロンのね、長持ちのさせ方について紹介させてもらいました。で、ポイントなんですけど、やっぱりね、アイロンを入れるときに、やっぱその髪の毛を小分けにする。結構これまたポイントになってきます。これをね、大雑把に入れてしまうと、熱が当たってるところと当たってないところが出てきてしまうので、当たってないところっていうのはね、あんまり伸びなかったりとか、してね、ちょっとすぐにうねってきちゃう可能性もあるので、なるべくね、細かく取ってしっかりと熱を当てる。で、熱を当てた後に、ここもポイントなんですけど、しっかりと冷ます。これもポイントです。このね、あったかい状態、熱い状態でそのまま次に行ったりとかしてね、ちょっと例えば跡がついちゃったりとかすると結構こう、うねってきたりする可能性もあるので、しっかりとそこで冷ます、熱を。で、冷めた後にスプレーを、表面と内側の両方をつけてあげる。こうすることによって、しっかりとね、髪の毛一本一本にスプレーもついて、コーティングされるかなと思いますので、めちゃくちゃ濡れたりとか汗をかきすぎたじゃなければ全然ね、対応できるスタイリング方法になってるかなと思いますので、いつもねうまくいかない方、すぐにね癖が出てきてしまう方、よかったらね、参考にしてみてください。ちょっと手間がかかるので、一回ちょっと練習してみて、自分の髪の毛に合うかっていうことも試してみてください。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。